こんばんは。こんばんは。こんばんは。コンタクトしてなくてね、目が悪いんですけど、今日は先生の日なのでほとんどメイクをしてなくて申し訳ないんですけど、ツインはしました。低いけどわぁ、ツインで、あぁ、モーカの好きなやつ出たわぁ、嬉しい。あのツインの子、私大好きなのありがとう。トシさん、ツインテールだ、ありがとう。これ、去年もさ、めっちゃさ、ツインの子好きって言ってたよね、僕は嬉しい、ありがとう。ありがとう、かわいい、めっちゃかわいい。こんばんは。今日も好きな近い。お、ありがとう、嬉しい。こんばんこんばんは。ツインテールかい、ほんと？ツインの、あのさ、ツインテールのさ、写真載せようと思ったけど、ツイッターに載せようと思ったけど、あのディズニーの、あのメールで送ったやつ、やっぱりダメって言われた そうだからメールでメールで、うん、リトルグリーン麺ダメって。そう、ダメって。メールでも隠そう、だから隠したんよ、メールでも。シュン、あの表情も本当？高めついてるもちゃんの会社、人類の歴史に刻まれたありがとう。あの高さもう一回やりたいんだけどね、髪がまだ切っちゃったから、どうだろう。
ばんは。今日はツインテールの日でもあるけど、にゃんにゃん、にゃんにゃんの日だ、にゃんにゃん。ももって ST 入った頃からツインよかったの。多かったっけ、どうだったかな、私おろしてたイメージあるけど自分。桃菓子好き、そのイメージね、なんかおろしてた気がする。私めっちゃなんかめっちゃ可愛いもの好きって感じでもなかったんよ、ずっと中学校の頃とか。なんかそう、アイドルになってからだんだん可愛いものが好きになったって感じ。気になる触覚どこいるんだ、今日なんか出てく、あ、これか、昨日なんかめっちゃ降りてきたんよ、ツインテールさんが。ツインテールさんじゃない、このウブキさんが。ツインテールしだしたのと最近かな、本当に。僕対抗みたい、ありがとう、嬉しい。僕対抗演したいよね、おろしのイメージね、おろしが多かったと思う。ツインテールかい、本当。頻度多めです最近。そう、エビフダイのドーナツの中にエビフダイの尻尾がいるんですか。絶対それは買いたい、そんなのがあるの、ちょっと後で見てみる。レイダウン、もう一回レイダウンね、あのね難しかったんよね、やっぱ僕隊やってたの何歳だ、もうモーカがあんまり得意じゃなかったのかもしれないけど、私の中でレイダウンは難しかった。どこへよ。今やっても別になんか上手くないかもしれない。セクシー系の曲やったことないからね、多分ももってユニットとかでも。こんばんこんばんは、糸下のディフェンスもやったことないよ。元気な曲とか可愛い系の曲とかの方が多いか。推しメシやってみたい。やってみたかった、アイドルなんて呼ばないでな。そうね、そのイメージが強いんじゃないかな、やっぱ。日暮らしの子はやりたかったけどやったことない。なんかは僕の太陽公だったらジュリエット僕とが一回だけやったことあるんよ。そういつもアイドルやってたから、日暮らしやってみたかった、ずっと思ってた。僕たちやってる時も日暮らしやりたいって。あ、ポンポンとやったこと、ひまわりもやったことないんよ。
ジュリエットと、ジュリエットしても1回しかやったことない。それでも僕たちはジェットコースター第2個いいに落ちてそう、そうだから今でも、いやなんかジュリエットなんとなく覚えてる気がする、あのサビは。私シミサラのジュリエットが好きすぎて好きすぎて、でもでも前のやつすぎて見れないじゃん。だからまた見たいなってこの間思ってた。こんばんは。あ、そう、生誕祭ね、もう一回いなかった。そうなんよ。他の曲、公演曲でやったの。公演曲、でもなんかやってみたいな。ハート型ウイルスでやりたかった。こんばんは。こんばんは。公園もしこもっとしたら思っちゃいます。そうなんよ、僕もキャンしたんだけど、ね、そういなかった。でもいろんな曲やりたかったけどあんまり踊ってないのよね、 AKB さんの曲とか。今は研究生が多くて。そうだよ、今は研究生がそう頑張ってる。そう、そう今日めっちゃびっくりしたんよ。そう、そう、りさこちゃん、私がもう私が見たのはツイッターの、あ、X の公式のや、あ、違う、そうじゃな、違う、ももが見たのはあの公式の X が出た瞬間直後ぐらいにグループの LINE で、グループの LINE で来たんよ。
梨紗子ちゃんが発表しましたっていうのがマネージャーさんから連絡が来て、そう、ももが発表した時もあのグループ LINE にはももが発表しましたってみんな気づいてないかも、知らされてないから気づかないかもしれないから LINE で教えてくれるんですけど、それを見た時にもうえっみたいな、なんか一瞬時止まった感じでびっくりして、そう、配信で発表したんだね。そう、そう、びっくり。すごいさあなたの時もいっぱい解けるごめんなさいでもなんかそう全く予想がなかったから私の中でまだね3期生ちゃんとあんまりすごくいっぱい話したことはないから、すごいそうっていうのもあるけど、でも発表めっちゃ緊張したと思うから会ったらお疲れ様って言いたい、ね、私もすごいこの間発表配信でした時にすごいもう緊張したから、2月25日、そうね、2月25日までって書いてて、ああもう会える回数があとちょっとしかないなって思ったから、ちょっと私もコミュ障をこうコミュ障をポイってしてあの話しかけたい、写真はでも撮ったことあるんですけどまた撮りたいですね。ももちゃんそれ早いな、ももちゃんはももちゃんはなんか目まだはっきりと卒業公演の日は決まってないけど春くらいかな3月も絶対います。その卒婚何にも言われてないけど多分出る、私は出演したい私はなんか多分出ると思うけど出演したい、絶対それまではいるから兄貴さんより後かな、わかんないけど同じぐらいかってなると思います。出れると思う、多分出れると思うけどなんか明確に何かを言われてるわけじゃないからちょっとこう絶対うんとはなんか言えないけど多分そうし出たいなってすごい思ってます私。
4月くらいの覚悟して、うん。すごいね、でも緊張したと思う。すごい、りさこちゃんのパフォーマンス好き。ダンスとかもすごい上手で。絶対すみとる、ありがとう。寂しくなってきたのであさっての話し会でおもちゃん見つめ見つめてくれる。バレエ、うん、バレエが得意な子よね、りさこちゃん。そう、私はおもちゃんダンスが大好き。ありがとう、嬉しい。最後のお話し会は23日のオンラインになる。そうだね、一番最後のまでは絶対お話し会は出たい、出たいというか参加するって言ってるので。もちゃんのロボットダンス好き。この後のシングルもしれっと参加してんやん。いやいや、もうあもう全然。こんばんは。会えなくなるのは悲しいので出てください。ありがとう。新しいイベント参加したくて。ありがとう、そう言ってくれて。でももう今は、今これから、これからのみんなにね、出してほしいから写真集。明日からだね、写真集のイベント。実費で写真集ね。お金ないよ。お金ない。そんな、久々に公園見に来た。ぜひぜひ、カンパしたら。ありがとうね、そう言ってくれて嬉しいですよ。グラナーティング。あるよね、最近アイドルさんがさやってるの見たことある。クラ、いやー申し訳ないからみんな。
そんな気持ちが嬉しいよ。フォトブックね、ああ、出して、ああ、フォトブックね、出したかったけど、そう。ありがとう、そう言ってくれて。してからでもや、してからでも見守っててくれるんですね、皆さん嬉しい。お疲れ様。お子ちゃんが撮るの？それはもう私のめっちゃ笑顔。写真集は英語でフォトブックだけど、写真あれ？じゃあ一緒？じゃあ一緒か。フォトブックも写真集も一緒なんか。イベントあった兄くん、ありがとう。お手紙届いた。お手紙というか、あのこのぐらいのやつですか？お手紙となんかパカッて開けれるやつのやつかな。届いたよ、それだったら。いつも心にもも心にももを置いてください。撮られるのめっちゃ好きなの、笑顔でいつも伝ってくる。そうなんよ、写真撮ってもらえるのすごい嬉しい。こんばんは。いかない本なんで写真集撮られてください。ありがとう。釣りをする前に必ずお手紙でしょ。お、待ってる、嬉しい。なんかあのみんなからもらったあのお手紙をまとめてるんですけど、すごいこの何年間かな、4年間でいっぱい溜まってて、お手紙が嬉しいなと思って。そう、何か残しないの、まあ、ありがとう、嬉しい、そう思ってくれるのが。こんばんは。カメコで撮ったもちゃんの画像を見ながらですよ。鍛えるよ、大丈夫。お手紙書いてるけど字が出なくて、あら。全然嬉しいけどね、私も字うまくないから全然何も思わないけど、でもあれよ、パソコンとかで打つお手紙方法もあるよ。もうの時間本当でもなんか丸っこいよね、字。手紙いいよね。
タワレコまた書きに行きたいな。お、 SNS でともちゃんが一番見せない、 X か。何なんだろう、 TikTok そこかよって思うあ、そう、昨日話してたさ猫のやつさ、オキさんがさ Twitter にちょうど載せてくれててさ、そう、モーカが昨日猫の猫ミーム流行ってるんですって配信で言ったんですけど、オキさんが猫ミームの真似してたカメコで撮った写真で勝手に作って作ってくれるのモーミーマンチャチャダダンチュルダンチュルダンチャチチャチャチュ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 フ見てみよう、そう、めっちゃ可愛かったハッピーハッピーハッピーってハッピー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 ハッピインスタ解説、あ、インスタね、ちょっとやってみたい気もするな。やってみたい気もする。そんなおしゃれにできるかわかんないけどそう、寝落ちした？あ、いや、猫好きなメンバー多いね、本当に嬉しい。ジビンドムで作った一滴がネットで交換できた。そうなん、そんなシステムがあるのね。公園行きそう、行けそう、嬉しい、待ってる。ハッピーハッピーの歌元動画もか、嘘、元動画まだ見れてない。インスタとストーリーとか便利そう。確かに、インスタでもやってなさすぎてちょっと今の流行りに追いつけるかわかんないちょっと頑張るまだやるか分かりませんが「ポップコーンのすすめ」「ポップコーン以外も載せるよ」「載せるよ」まあでも美味しい食べ物は載せてるかもしれない。キラキラ女子、キラキラ女子なの、なれるかしら、私はなれるかしらね。イラスト勝つもなんだけこれ美味しすぎる、うちのうまうまーって乗せてるかもしれない。さばいてるとかティックトッカー、魚系ティックトッカー、投稿するもの全部茶色系だったそれな、全部唐揚げとかさ
もうあのグルメアカウントみたいな。あ、チリパパセちゃんとまだ撮ってないんですけど、今度撮ってきます。行ってきます。何日うどんの写真？今日のうどんって。今日のうどん。パセちゃんと初めてかな、チリパ。チリパ初めてかも。待ってね。お手紙、5日の12時までがメール受付。ぜひぜひ送ってください。手紙決まったくない。ありがとう。佐竹さん、そう、佐竹さんと会うの、まあ、まだあるよね、多分。最後じゃないよね、多分。いっぱいね、半身ぶり、いっぱいお世話になったからね、本当に。いつも重大さ、いや、いつもね、本当にいっぱいさ、あの選抜発表とかさ、あのいろんな発表をさに来てくださって、本当にいつも緊張するし、発表をいつもしてくれてたから、ファミの時挨拶配ってくれてたからね、ファミの時ステッカーとか。ね、いい。ペンが。打ち上げ祭りでした時さん撮影会、え、そうだったの。あ、そうか、したわ。したしたした神谷ときつんたきさんとお話、ね、お話会みたいになってたよね。じゃーん、どうした。
さん、ツインテールタワーありがとう。いっぱい可愛いって、いっぱい最近は可愛いとか好きとかいっぱい伝えてくれてありがとう。これからもずっと好きでいてね。ありがとう。衣バージョンツインテール、未来ちゃんのマトリョシカとツインテールの撮影会。ありがとう。あとで今読むね、この後タワー。ミトリョシカ好き。ありがとう。違いも違う。ありがとう。ありがとね。ちょうど時間だ。ありがとう、としさん。ありがとう。ありがとう。では、読みましょうかね。13位の幻さん、ありがとう。12位のくじさん、ありがとう。11位のふみさん、ありがとう。2月も。ももちゃんですけど、ふふ、2月も好き、ありがとう。10位のゆうさん、ありがとう。9位のたつさん、ありがとう。もうのツインテールがうちうち、かわいい色を見とる。ありがとう。8位のたかきさん、ありがとう。昨日の声のように浸ってるよ、ももコールいっぱいできて。ありがとう、いっぱいももコールしてくれて。ありがとう。7位のピノさん、ありがとう。ツインテールをくるくるするももちゃんが。ありがとう。6位のゆたさん、ありがとう。5位のドラガンさん、ありがとう。最強ついももちゃん、かわいい、惚れ直した、好き、ありがとう。4位のえいちゃん、ありがとう。3位のふくちゃん、ありがとう。ツインテルもちゃん、最高です、ありがとう。2位のおつかれさん、ありがとう。1位のとしさん、ありがとう。ずっとそばにいたい願望、ありがとう。あれ、ここにね、そばにいてね、動画チキンのやつ書いてるけ、ありがとう、嬉しい。ありがとうございました。ツインテルもちゃんかい、ありがとう。ぴょんぴょん。おやすみ。またねー。ひみこさん、間に合うかな。またねー。おやすみだ。金曜日、やったー。明日は、わかんない。あれ買ってきたい。